これはあいつを超えたかもしれん。今回はなんだ？あ、実はエディファイアーからとんでもなくヤバいスピーカーが出たんだ。ほほう、それは楽しみだな。ほんと、一体何がヤバいんだ？あ、エディファイアーのスピーカーといえば、多機能だったりデザインに独自性があったりと。ああ、音質以外のところにも力を入れているな。だが、今回はそのエディファイアーが、あそろそろ音質も分かられてまうかが、と言って音質に全力で振ったスピーカーがこれだ。なるほど、音質重視のスピーカーってことかな。その通りだ。さらに音質のクオリティを絶対的なものにするために、スピーカー測定で有名なあのクリップル社と共同で音のチューニングをしてもらっているぞ。おお、あのクリップル社と。あ、あのクリップル社だ。全然知らない。シャカモチカセット。おお、これは確かに今までのエディファイアーとはちょっと違うな。今までのエディファイアーはどちらかというと、こういう R1280 シリーズのような独特で派手なデザインが多かったが、今回はその真逆で、とてもスタイリッシュなデザインになってるな。シンプルなのにおしゃれ感があるんだよな。実際 MR4 と R1280DBS を見比べてみるか。でもこうやってみると R1280 も大してインパクトは、うん、確かにインパクトありますね。うん、確かに若干 MR4 の方が小さめなようだな。あ、全体的に5から10ミリぐらいコンパクトにした感じだな。見た目もスッキリしていていい感じだ。今回のスピーカー MR4 はデスク周りのインテリアにこだわる人向けに合わせて、デスクに置きやすくておしゃれでコンパクトな設計になっているぞ。確かにこのシンプルなデザインなら強調も質実デスクにも馴染みそうだな。そして実際置くとこういう感じになります。うん、デスクに十分置けそうだな。使い勝手が良くて、なんだかんだずっと使っている。このカインズで買った 740mm 幅のデスクなら、この間にフルサイズのキーボードを収納できるくらいの余裕はあるぞ。このカインズのデスクは安いのに頑丈で、さらに折りたためるのでかなりおすすめです。シャカ持ちの家具は大体カインズで買ってるぞ。ちょっと引きで撮ってみたが、全体的にはどう見えるだろうか。いいですね。存在感はありながらも悪目立ちはしていない。スピーカーのマットな質感がいいんだろうな。エンクロージャーをよく見てみると、前面のバッフル面と他の面では材質が違うな。バッフル面はサラサラした触り心地、音の響きからして樹脂素材が使われているな。樹脂ならパーツ作成段階で色加工できるから、後で色ムラや塗装が剥げることを防げるのがいいな。なるほど、一番目に入る前面部分は特に見た目にも気をつけている、遠いことだな。うん、勝手な憶測だけど、他の面は全てザラザラしたついつくような感触。これは間違いなく木材が使われてますね。やっぱりスピーカーの音質にこだわるならエンクロージャーは木材だよな。木材はぬくもりのある音が表現できると。エンクロージャーを見てもわかるように、音質面にもしっかりこだわってるぞ。ユニットは 4.0 インチのウーファーユニット。振動板のセンターキャップの外回りはカーボン調に加工されていてかっこいい。 1.0 インチのツイーターユニット、すっごいシンプル、すっごい柔らかい。ミニスピーカー前面右下にはボリューム操作兼用の電源ボタン、ボタンを押せば電源オン。 LED が赤の時はモニターモード、音に色味がついていないフラットの状態だ。モニタースピーカーのモードだな。音楽制作や動画編集をするならこっちだな。もう一度押すと LED が緑になるぞ。 LED が緑の時はミュージックモード、こちらはイコライザーを効かせて音に色味がつくので音に派手さが増す、いわゆるパワードスピーカー系のモードだな。音楽や動画、ゲームをするならこっちだな。用途によって切り替えてくれ。ボリューム調整はボタンを回すことでアップダウンするぞ。回すたびに決まったところで引っかかるので、フリーじゃなくて段階方式だな。実際確認したところ、無音状態が0、音量最大が12までの12段階仕様だな。左側には AUX 端子とヘッドホン端子。 AUX 端子は音楽データの入っているスマホやオーディオプレイヤーと 3.5mm ステレオミニジャックでつなげてスピーカーから音を出すためのもの。ヘッドホン端子はご存知、有線のヘッドホンやイヤホンとつなげて聞くための機能だ。どちらも前についてるからすぐに接続できるのがいいよな。底面にはスポンジ状のインシュレーターが四隅についてるな。インシュレーターはスピーカーとは関係ない外部の振動がスピーカーに伝わらないようにするためのものだ。これがしっかり機能すればスピーカー本来のピュアな音が聞けるようになる。次は背面だな。では背面は説明しながら同時に接続もしていこうか。落としました。上部には丸型のガスレスポート、内部まで空洞でつながっていて低音を増幅させる効果があるぞ。その下にはイコライザーを調整するためのつまみ、上が低域調整用、下が高域調整用だ。どちらもプラスマイナス6まで調整可能だ。ただフラットの状態でも十分良い音なので、まずは0の状態で試して物足りなさを感じたら調整するのをおすすめするぞ。そしてその下には RCA 端子があるぞ。基本は赤色が Right、 白色が Left と左右で色分けされている。NRGU タイプ
アナログタイプのオーディオケーブルだ。今回付属品に入っていたものは、RCA から 3.5 ミリステレオミニジャックに変換されたコードが入っているそう。こっちのジャックを PC のヘッドホン端子のところに挿すだけで、スピーカーから音が出るようになるそう。PC に優しいスピーカーですね。この接続方法でも十分だが、もし自分の PC 環境でオーディオミキサーを使っているやつがいるなら、さらに下にある DRS 端子で接続することをおすすめするぞ。 RCA も DRS も接続タイプはアナログ方式。違うのは RCA がアンバランス型、 DRS がバランス型というところだ。詳しく説明すると複雑になるから、ものすごーく簡単に言うと、アンバランス型は音の信号を送るための線、芯線が1本なのに対し、バランス型はこの芯線が2本入っているぞ。バランス型はこの2本の芯線をうまく使ってケーブルに入ってくる不純なノイズに対し、それと逆方向のノイズを出して相殺しているんだ。位相反転というやつで、イヤホンでいうアクティブノイズキャンセリングと同じ仕組みだな。そうだな。例えばこんな感じに右に向かってノイズが発生したら、同じ力を逆からも発生させて、この2つをぶつけてやれば。何？俺のギャリック砲とそっくりだ！っていう感じで互いに相殺し合ってエネルギーがゼロになる感じだな。なるほど。相殺してゼロと考えるなら、3万のゼロカロリー理論と同じだな。全然違えよ。あとは、付属のスピーカーケーブルを使って、スピーカーターミナルの赤をプラス、黒をマイナスに挿して、もう片方のスピーカーと繋げてやれば準備完了だ。というわけで、次は空気録音した音源を視聴だ。ミュージックモードで、イコライザーを、マイナス、フラット、プラスの、3パターンに分けて比較してみるぞ。それでは次のシーンに、ジャンプアップ。シャカモチガジェット。これは勝利しました。モニタースピーカーナンバーワンはこの MR4 です。まずは比較したイコライザーのそれぞれの評価と、最終的におすすめしたい設定値を決めようか。では左の、広域、低域、ともに最小のマイナス6設定の感想は、これでやる必要は、全くない。以上。以上、以上。中央の、プラスマイナス0のフラットの状態の感想は、もうこれで十分だよね、って感じだ。フラットの時点で、すでに音が完成されてるな。イコライザー調整に悩むなら、このフラットの状態で使えば間違わないぞ。フラットと言いつつ若干低音強めの設定になっているから、よりフラットを求めるなら低域をマイナス1かマイナス2にしてみてくれ。そして、右のイコライザー最大の状態の感想は、これモニタースピーカーなの？完全にドンシャリ系じゃんって思うほど派手なサウンドになるぞ。音楽などはさすがに原音の良さを消してしまう可能性があるが、映画やゲームなどをプレイする際には臨場感が増してより楽しめるかもしれないな。シャカモチのおすすめ設定は、広域、低域、ともにプラスマイナスゼロのフラットの状態だ。物足りなさを感じたら少しずつプラスを上げていって調整してみてくれ。そして、全体の評価はこうだ。全体的に良い評価だな。ああ、この音を聞いてこの MR4 のボロクソ言うやつなんて。いねえよな！
この中で一番気になった点について言うと、音の調和の部分だな。基本スピーカーは右と左から別々で音を出しているステレオ方式だな。 2.0 チャンネルってやつです。音の調和がしっかりできていれば音が中心に集まってくれるんだ。配置や向きも重要だね。そう、そのためにスピーカーは配置や向き、高さにはシビアになることが多いぞ。だが、このようなコンパクトなスピーカーはニアフィールドといって、1メートル以内の近距離で聞くことを想定して作られているので、なかなかこれが難しかったりする。だが、実際この MR4 で音を聞いてみると、あれ、真ん中にスピーカー置いてたっけっていう錯覚をするぐらい真ん中から音が聞こえてくるぞ。マジで真ん中から聞こえてきます。というぐらい音の調和はものすごく優れているので、近い距離で音の空間を楽しみたいやつはぜひおすすめだ。ということで、今回の釈迦餅の総合評価は星5つ満点です。釈迦餅ガジェット。それではこの MR4 のまとめだ。 MR4 をおすすめしたい人は、映画、ゲーム、音楽、動画編集、どれにも使いたい人。モードの切り替えでモニタースピーカーにでもパワードスピーカーにもなれます。ニアフィールドで音を楽しみたい人。近距離でも音がよく混ざり音の空間を楽しめます。デスクをおしゃれにしたい人。デスクに置くだけでおしゃれ感が倍増します。逆におすすめじゃない方は、ワイヤレスで音を聞きたい人。 Bluetooth や Wi-Fi には非対応なので有線接続のみだ、といったところだな。今回の動画はここまでだ。感想や意見などあったら、ぜひコメント欄によろしくお願いだ。さて、高評価とチャンネル登録もよろしくね。音符、それではここまで見ていただきありがとうございました。それではまた。